大体こう、ラストの1話ぐらい、1話は、まあ、こういう感じとか、実際その、凛と万一が結ばれたりすることなく、でも、やっぱりこう、もうちょっと後押しないで、凛を残した、何らかのメッセージを受け取るというのは。感じでさ、俺はあの、なんていうか、あの、なんかあまりにね、あの、年の差がある男が、そう、あまり年下の女性で猫物が好きではないので、ちょっと恋愛関係がどうしてもこう、したくなかったところがあって、まあ、なんとなく、そうで、ね、まあ、まあ、リンをほったらかしで寂しい思いをさせてしまいましたが、そういう、まあ、自分のこう、まあ、あと、まあ、その当初の予定と違うということで言うと、本当にあの、まあ、あのマッチとアロチの戦いっていうのはもっとしっかり書く予定だったんですけど、ただなんとあの要するに、まあ、それは本当に一番最後にそのカードにしようと思ったんですけど、多分そこまで話の流れ上なんかそこまであの2を破壊満足にさせることは本当に難しくて、途中で無理だなと諦めてしまったところもあるし、あとそのこう、ね、それを本当にこう最終章で一見こうバトルバトルに出したのに、多分そこをなかなか書くことに、なんだろう、読者も飽きるんじゃねえかなとちょっと思ったんですけど、ただいろいろ聞いてると長く書いてほしかったって言ってもそう思ったのかなと申し上げることをしましたと今では思います。